はい、どうもー、海です。はい、今回はこのアプリゲーム謎解きの時間、謎解き探索ゲームというのをやっていこうと思います。じゃあもう早速推理開始。宝飾家の最後、ちょっと私漢字が本当苦手で読み方絶対違うこともあると思うけど、気にしないでやってください。温かい目でお願いしますじゃあファイル1、クエスチョン1、運行中の観覧車で殺人事件が起きた。被害者の男の死因は？被害者の男の死因、この人か。この白いスーツの人が死んだ。死因？後ろに悪い人たちがいて、頭に銃があって、ここにひび、観覧車にひび入ってるから、右側の窓に。普通に銃で撃たれたとか？そういうこと。ここに決定。はい。早速、間違えました。もう一度。はい。どういうこと？死因？死因ってこと？頭打たれて、だからここ？こっちか。ちょっと、ちょうど合わさらない。ここでいいんかな。そういうことね。ちょっと、はい。分かってた、さっきの。だから、正解。さっきのも正解。はい。被害者の側頭部に銃創がある。これが致命傷となったのだろう。はい。ちょっと、理解しました。はい。もう次は一発でいける。クエスチョン2。被害者の男は観覧車の外から何者かに狙撃された。捜査官がそう考えた根拠は何か。観覧車の外から何者かに狙撃された。そういうことね。は、これか。そういうことね。どんどん謎を追っていくみたいな感じか。ガラスが割れている。銃弾はここから撃ち込まれたのだ。でしょうね。はい。狙撃手はどこにいたと思われるか。ヘリコプター。だって、後ろの人悪そうやけど、こっからビューンって曲がるわけないもん。だから、ヘリコプター。はい。余裕。オーフ。割れたガラスの奥にヘリコプターが飛んでいる。ヘリコプターなら観覧車の高さに合わせられる。隣のゴンドラにも怪しい男が乗っているが、この男が撃ったとすると、割れたガラスの位置が合わないので誤りだ。もう、まさに、自分のさっき言ったこと。もう解説だったんだね、自分の言ったこと。すげえを噛んでしまったはず。自分すげえ。はい、クエスチョン4。なぜこの男は狙われたのだろう。何、手がかりは観覧車の中にあるようだ。なんで？花束持ってるでしょ？で、この女が浮気相手だったみたいな。なんか入れ墨してるし。本当に？ちょっと半信半疑。手がかりは対面に座っている女の入れ墨。被害者の男は、なんとかを締める。ヤクザ者が囲っていた女にうっかり手を出した。そういうことね。まともな男と幸せになるのは無理らしいと悟った女は、残りの人生、ヤクザ者の金を巻き上げながら遊び暮らすことに決めた。なるほど。結構ストーリーしっかりしてんな。女の人かわいそう。恋愛恐怖症になるんじゃない？なってるのか。だから、金巻き上げ
ってるんだあららら、かわいそうに。お幸せに。お、ファイル2がやってきました。1年目の悲劇、1年目 ?7 年目ちょっとわかんない、もうどっちでもいいや。この部屋には被害者女性と深い関係にあった男性を特定できそうなものが一つある。それはどれか。この部屋には被害者女性と、え、被害者女性と関係あった人。婚活サイト。あ、これなんか写真がある。あ、ちょっと写真的にこの人でしょ。髪がなんか線、髪に線が入ってるからこの人。え、え、嘘、違うの？写真関係ない？あ、そうか、関係ないか。この人は彼氏ってだけで、あ、彼氏かもしれないけど。この人なんかハサミちょっと血ついてない？これで、この人が近いから、この人ちょっともう、え、じゃあこの人しかいないやん。え、え、どういうこと。あ、できそうなものね。あ、これ、これ、あ、あ、そういうことか。ちょっとすいません、文章ちゃんと読みますもん。デスクの上にツーショット写真が飾られている。よく見ると写真はやや色あせている。しばらく前に撮られた写真のようなので、この男性とは割と長い付き合いだったのだろう。うん、そうでしょうね。彼女の命を奪った凶器は何だろうか。あ、はい、あ、もう全部推理し切っちゃってるかも。凶器であるハサミは左利き用のものだった。左利き、ふうふう。被害者の女性は右手に鉛筆を持ってダイイングメッセージを残したようなので、この凶器は犯人が持ち込んだものだろう。残念ながらダイイングメッセージ は犯人はまでで途切れていた。あららら、よくありがち。被害者をよく知る3人の男性に聞き込みをした警察は、この中の1人に警察署への任意同行を求めた。その決め手は何だろう。何だろう。え、やっぱ写真の人この人じゃないの。ああ、やっぱり。あ、え、全然違かった。え、腕時計は大抵利き手とは逆の腕につけて。え、そうなんだ。腕時計つけないから分かんない私。利き手とは逆、つまり警察は右腕に時計をつけている男が左利き用のハサミの持ち主である可能性が高いと判断したのだ。さらにデスクの上の写真の相手がこの男であることも決め手になった。あ、あ、じゃあ合ってんのか。デスクの上の人もこの人だったから、うん、よかったちょ、時計は分かんなかったけど。はい、彼が犯人だとして彼女を殺した動機は何だろうか。あ、はい、もうパッと分かりました。婚活サイト、彼氏いるのになんてことだ。浮気はダメだよ絶対。あら、やはり犯人は左利きの男だった。被害者のパソコンには婚活サイトが表示されている。プロフ写真に設定されているのは彼女の自撮りだ。冷え切った二人の関係に嫌気がさしていた彼女は婚活サイトで新たな男を探していた。しかし彼はその事実を知って激おこぷんぷん丸する程度には今でも彼女を愛していた。もしも冷静に話し合うことができれば、あるいは逆転劇もあったかもしれないのに。はあ、短気を起こした左利きの彼は愛する人と仲直りするチャンスを永遠に失ってしまったのでした。はあ、悲しいね。ダメだ。お酒は二十歳になってから。
歌って踊れる大人気の YouTuber が自宅で死んでいると110番通報が入り、警察が現場検証を行った。直接の死因となったのは何だろうか。あららら、大人気 YouTuber、 悲しいですね。あ、わかった。これはこの飲み物に毒が入ってたと見せかけて頭に血がついてるから、え、あ、やっぱ酒で酔って転んで頭ボーンみたいな。じゃあ酒、おー、あ、ちょっと、あー、そう、そういうことだよね。頭部から出血している。何らかの理由で転倒し、テーブルの角に強く頭を打ってしまったのだろう。ですよね。はい。彼女はなぜ自室で転倒したのだろう。その原因と思われるものを選べ。はい。え、ちょっと、はず。今めっちゃ自信満々に押したのに。え、この先じゃないの？え、ちょ、もう一回押していい？ずれてた？え、違うんだ。何この酒？ああ、そっちね。テーブルの上には大量の酒の瓶がある。おそらく彼女はすっかり酔っ払って足元がおぼつかない状態で立ち上がり転倒してしまったのだ。え、さっきのコップの方じゃダメなの？あれも酒でしょ。もう。警察は彼女の死について事故ではなく他殺の可能性もあると考えたが、それはなぜだろうか。まあ毒を盛られてたんではないの。え、なぜだろうか。このブラジャーが可愛かったから。あ、違う違うよね。彼女はアイドルだったから？いや、そう、ちょっと偏見が過ぎるか。ちょっと、すいません。これ？難しい、これは。ここが飲みかけだから。これ？わかった。ブラジャーを干したまんま。ブラジャー気になりすぎてるな、ちょっと。ん？足あるよね、ちゃんと。手もある。で、顔もある。わかった。わかった。あ、わかった。コップが2個あるからだ。そういうことか。ちょっと怖い。鳥肌だった。テーブルの上にグラスがある。もし一人で飲んでいたなら、グラスは床に落ちている彼女の分一つだけのはずだ。彼女が転倒した時、この部屋にはもう一人いた。怖い。ちょっとマジで鳥肌が。怖。非常に親しい間柄の人物が、彼女の死の直前まで部屋にいたようだ。それがわかるのはどこだろう。直前までいた。このぬいぐるみじゃない。それがわかるのはなんで。ちょっとブラジャーとりあえず押してみます。え、ちょっと本当に合ってた。部屋干ししている洗濯物の中に被害者の下着が見える。え、よっぽど気を許してる相手でなければ目に触れないようにするはずだ。数日後、彼女の友人が名乗り出た。はあはあ。あ、そっ、ああ、確かにブラジャーに2個ある。そういうこと。はあはあ。数日後、彼女の友人が名乗り出た。友人もかなりのチャンネル登録数を誇る人気 YouTuber だった。実は2人は未成年。飲酒がバレれば、
炎上は免れないと思ってパニックになり逃げてしまったというが、その場ですぐ警察救急車を呼んでいたら、あるいは彼女の命は助かったかもしれない。あー、殺す気はなかったってことやね。あー、辛い。これは友達も辛いね。うん、ダメ、未成年者の飲酒ダメだね。うん、二十歳になって飲みましょう、みんな。はい、ファイル4、今回はこれで最後にしようと思います。アイドルグループの裏事情。人気アイドルグループの一人が楽屋で死んでいるのが見つかった。犯人が凶行に及んでからそれほど時間が経過していないと分かる部分はどこか。経過していない。あー、はい。あ、これは、はい。血でしょう、血。あの、時間経過してたら固まるってやつかな？これ？お、え、お、え？違う？え？経過してないんでしょう？あ、この雫みたいな、もう今出てますよみたいな。あーはーはーはー。そういうことね。被害者の頭から流れた血がまだ固まっておらず、雫が滴っている。時間が経っているなら血は固まっているはずなので、まだ殺されてからそれほど時間は経っていない。なんで殺されたんだろう。部屋の様子をよく見ると不自然な点に気づいた。なぜここにある不自然な点、なぜここ。お金、ね、お金が床にあるのはおかしいよね。誰かの落とし物か知らないけど。あ、財布やカバンが近くに見当たらないにもかかわらず、床に小銭が散らばっている。争った際に落ちたものなのか、それとも他に何か意味があるのだろうか。他に何か意味、他に意味、お金が床に落ちる意味。お賽銭箱あると思ったの、こんなとこに。いや、なわけない。あ、え、あれ、問題なんだったっけ。ちょ、同グループのメンバー2人とマネージャー、この3人の容疑者の中に不自然な服装の者がいる。一体どこが不自然か。え、これはもう1人だけ黒い人がいるみたいな。だよね。マネージャーは夏物のスーツ、他のメンバーは衣装姿なのに、彼女だけ長袖の上着をぴっちり着込んでいる。もちろん単なる寒がりなのかもしれないが、返り血を隠すために上着を着ている可能性も考えられるだろう。あー、確かにこう隠そうとする人ってかえって不自然になるっていうか、うん、不自然だね。この時彼女は凶器の一部を身につけていたことが分かった。それには被害者を殴った時の名残がある。どれか。殴った時の名残、名残、え、物は殴れそうな、あ、え、これ、なんか破けてない、この人タイツ、これ何、スパッツ、なんかわかんないけど破けてる。おー、え、なんで破けてんの。よく見ると彼女のタイツが破れている。そういうデザインの衣装にも見えるが、実は殴った際に破れてしまったのだ。彼女は衣装のタイツを脱いで中に小銭を詰め込み、凶器として使用した。簡易的な武器だが殺傷能力は高かったようだ。案の定上着の下の衣装には返り血がついていた。優等生タイプの被害者と元ヤンとの噂もある彼女の不仲説はファンの間で有名だったが、まさか殴り殺してしまうほどとは誰も予想しなかっただろう。いや、予想できないでしょう。えてか、タイツで殴るんだ。初めて聞いた。新しいね。凶器になるの？へえ。全然知らん。結構豆知識。いやダメですよ、こんなことしちゃ。うん、ダメ、豆知識じゃないよ。はあ、え、でも優等生と元ヤンってこう真逆だけど
真逆だからこそ仲が深まるとかないのかな。漫画だけ？漫画ではあるよね、そういうの。現実はどうなんだろう。うん、難しいですね。今回はここまでとします。次、このファイル5、お風呂好きの彼女、ちょっと面白そう。いや、全部面白いんだけど。いや、このゲーム本当面白かった。期待以上に、ちょっと自分の推理力が試されるね。私はまず説明文を読まなきゃいけないちゃんと。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録などお願いします。ではまたねー。